はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は信長の野望たちパークヒット、斉藤義達でのプレイ続きをやっていきたいと思います。今回はですね、まずは今カリア城、水野の居城カリア城、これを攻略してますので、この先を見据えた戦いということで、まずは足利将軍家、ですね、吉見を通じておこうかなと思います。ここには増田長盛を送り込みましょうか。承知いたしました。あとは若狭の武田家ともね、仲良くしておきましょう。かしこまりました。でこの先はですね、前回もお話した通り、伊勢長島の一向一揆を潰すのか、あるいは浅井、ここを潰しに行くのか、あるいは家康がね、大きくなる前に倒しておくのかという、この三択になると思いますので、情勢を見極めながら、どこに進行していくかというのをね、決めていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。の前に、進出をしておきます。ははっ！この先お金はね、いくらあっても困らない。そういう状況になると思うので。かしこまった。浅井と一色か。これ以上浅井に大きくなられても困るからな。となれば本当は一色につきたいところですが、不参戦しか選べないので不参戦にしておく。使いの者が来た。水野から交渉の申し出。これは神獣の申し入れか。神獣であれば受け入れよう。でだ、侵入したとなればこの隙に一気に沢山城を取りましょうか。沢山城はご存知の方も多いと思いますが、三成がね、晩年の居城とした城ですね。我が部狂わせてもらおう。いきなりもう長政との回戦、浅倉との戦いに入っていく選択肢を選びましたけど、これ今浅井軍主力軍、約 5,6,000 だったかな、ちらっとしか見てませんけど、その軍が若狭方面に出陣したので、この隙に沢山と小谷、この2つの城を取りましょう。行くぞ。まずは沢山へ。後に続け。でさらにこの後歩兵なんかもかけて一気に大きくしたら織田に攻略に入りますか。で板倉勝茂、家康からの使者ですね。報告します。先月の収支です。表情を始める。この策いかがでしょう。そしたら議論がちょっと欲しいので、軍事と議論に切り替えましょう。表情を終える。さて、そしたら先方提案あげるでしょう。農兵徴用、足軽徴用も欲しいけど、先に鉄砲勝ちを入れます。で神前の効果を上げておく。最後に労役追加を入れます。堀直政から山内和豊まで4名ですね。これ全員登用します。山内和豊に関して言うと本当にザ・凡庸っていう感じですけどね。逆に全部の能力を60前後でまとめてくるっていう武将はあんまり多くはないからね。ここは数と呼んでいきましょう。ご命令を。山内和豊がね、大河ドラマになったんだったら、光秀が大河ドラマになるのもうちょっと早くてもね、よかったんじゃないのって気もね、しますけどね。ちょうど今麒麟が来るやってますけど。ははで開発はちょっとお金を先に優先したいな。ここは歩兵しよう。
いや待て、歩兵の前に出陣が先だな。出陣します。小谷城に軍3400か、ちょっと数が足りないな。ここはもうちょっと数が欲しい場面なので、マックス勢力を導入しましょうか。武将八幡からさらに9000か。うん、水野からも兵を徴収したいぐらいだな。5600。進め。で、金は毎月マイナス181。カジムラを作っておこう。ここは。ちょっと待ってね、場所は城のすぐ脇に作る必要はないので、牛一、そうか、牛一もいるのか。そして信長。承知した。この辺り間違いないよな。そしたら対面松戸諸侯。何？我が志。必ずや果たさん。飽きない奨励を入れておくことになるとは思わなかったけど、ここは盤石の構えでいこう。かしこまった。はは。信長たちにね、恩賞を出しておきたいな。いや、裏切りそうなやつばっかだな、これね。礼を言おう。裏切りそうなやつばっかだけど。仏罰敵面。来たねー。仏の怒りを恐れなさい。これは、一日も早く本願寺を潰しておきたいで。アザイと一式、ここはちょっとアザイ軍有利で進むかな。そうだね。で、ここは朝倉軍の1200、これは撃破しておきましょう。これぞ我が部、我が力よ。で、沢山城の攻略が完了。勝ち時を上げよ。で、さらに2000の兵が余ってるので、この2000の兵を使って参る。いや、一度撤兵だな。この沿道隊がどこに向かうかわからないからだ。一度陽動と清水山城の方に向き合いましょう。進むぞ。それによって清水隊が弓木城から、うん、ごめんなさい。沿道隊が清水城から撤兵するので、それを見てから、我々も、参る。一度騎乗します。で、ここは長政との決戦。ここは部隊数で不利なので、ごめんなさい。ここも、CP 任せにしちゃおう。破れし者は朽ちるもの。で、沢山城が攻略できる。お、ここでイベントだな。これはちょっと見ていきましょうか。剣撃の音絶えぬ関東も、この日ばかりは嘘のように静まり返った。関東管領上杉憲政の命を受けた越後の長尾景虎は、軍神とも称されるその采配で勝利を重ね、関東平定を現実のものとしつつあった。この景虎の功績に対して憲政は最大級の報酬を用意していた。影虎殿、
これよりのことよろしく頼みますぞ。お任せくだされ。憎き北条を打ち払い、関東を休んじてくだされ。皆聞け、これより我は上杉正虎を名乗る。関東管領の退任を範政殿より受けたまわった。我覇者の刃を持って正義を表す。北条武田を打ち払い、この関東の地に必ずや正室をもたらさん。関東管領、崩壊した古き世の権威は力を求めていた。長尾景虎、戦いに生きる毘沙門天の化身は大義を欲していた。両者は歴史の必然としてここに出会い、新たな道を歩み始める。関東管領上杉正虎、その正義の戦いが今幕を開ける。はい、イベント見ていただきました。後の謙信の話でしたね。最初に出てきた関東管領範政はね、以前土下座外交物語と称してプレイしたことがあるので、もしね、上杉範政の土下座外交物語、これ、興味ある方いらっしゃったらですね、ちょっと覗いていっていただければ嬉しいなと思います。では、続きは再開していきましょう。報告します。将軍家とは仲を良くしておいて損はないですからね。ご命令を。では光秀軍4000が残ってますので、これで織田を攻めましょう。で、稲葉山城をはじめ兵を結集して、どうだろうな、鳴海城の1200と合わせて合計4000の兵は集められる。これでどうしようかな。竹部山あたりを攻めて浅井を圧迫しておきたいかな。まあそもそもそれが可能かどうかというのも確認しておきましょう。お金が本当にないな。ゲームの中でも日常生活の中でも金に困ったことをしていかなきゃいけないっていうのが何とも虚しいけど、ここは行為の憂いはないので9000、ごめんなさい、900ですね。900の兵を追加してなんとか今のうちに敵を屈服させておきたい。一つでも多くの城を取っておきたい。合わせて3700ですね。これで竹部山攻略に向かいましょう。出陣するぞ。あとは武将を配置しておきます。そうか、こんなにも多くの城に人が余っちゃってんだな。では沢山城から人を配置していきましょう。裏切られると困るからな。とはいえ話にならないと意味はないしね、まあ、とりあえず士官年数の高い人を優先して前線に、敵との国境付近に配置しておきましょう。かしこまった。でさらに配属だ。全部で5つの城に人を入れていかなきゃいけないんだな。まずは大垣城、まあ、少なくとも士官年数が3年以上の人を優先して入れていく。今裏切られるわけにはいかない。もういないっていうね、もうそんな人材はいないっていうパターンだな。そしたら 2年かな。毛利信介、毛利信介なんかもまだ2年だからね。ちょっと待ってね、本当にそれでいいのか。統率の高い武将を入れていった方がいいんじゃないか。同じ2年になっちゃったらね、もう同じだもんね。そしたら数増す。清澄は長秀で、
みんなの忠誠心が上がってきたらまた入れ替えていきましょう。恩賞を与える。信長が全然上がってこないで、礼を言おう。忠誠心がきっと信長は義達を舐め腐ってただろうな。さあ、小谷城の攻略です。敵の数は1000であれば、強行で38日だったら普通の攻撃で2ヶ月かけて攻め落としましょう。で、斎藤義達の本体、岳部山城攻め。これが、今兵の集結中ですね。沢山城で集結、後に岳部山攻略戦ですね。これは、弓木城の一式を生き残らせる絶好の好機だな。報告します。ご命令を。金がないな。承知。なんとか金をかき集めてこないと。金がない。金がなさすぎる。戦に勝つが己の負の役目よ。先に清水山城攻略しよう。清水山も兵150しか残ってない。出陣するぞ。これは絶好の好機。通常攻撃で22日、まあ1ヶ月弱ですね。であれば普通の攻撃を落としていきます。で、沢山城を取った後のまあ、戦略としては先に竹部山という選択肢でしたが、今、小谷と清水山、この2つの城同時に城攻めしてますので、この城攻めが終わったらですね、持瀬山、竹部山と2つの城を取って、完全に浅井を滅ぼしましょう。で、朝倉との戦いに備えていくという流れですかね。あとは、隙を見て本願寺を潰していく。まあ、伊勢長島の長島城だけだったら簡単に落とせるんですけど、石山御坊にね、本願寺の勢力入ってるので、ここまでたどり着くには、まずは、足利将軍家、あとは三好。この辺りと仲良くしておかないと、そもそも石山御坊にたどり着けないな。ちょっと難しいところですね。お、またイベントだ。ここは総合の話ですね。報告します。表情を始める。妙案がございます。対名が足りないので対名を入れていく。今回はさすがよ半兵衛、一撃で対名が12たまる。うん、24たまる。表情を終える。親善効果をさらに上げる。これで将軍家との仲を一気に改善しましょう。でこっからだ。金がないからな。なんとか金を回収していきたいとこなんだけどね。ダメだ。金が足りない。何をするにも金が足りなすぎる。そしたら、小谷と清水山の攻略戦続きをやりましょう。また来たよ。仏罰敵面。本当覚えておけよ。仏の怒りを恐れなさい。さて、そしたら続けて行くぞ。竹部山攻略戦に入りましょうか。持ち手山には2000の浅井軍が入ってるので、これと正面決戦は義達軍2200だと厳しいので、
後瀬山は後に放置。たあいもないものだ。で、オーダーにも取った。お、ヒサマサが捕まったな。まあ、ヒサマサも含めて、一度逃がしてやるか。で、水秀3000の手勢で後瀬山が攻略できるかどうかだな。敵が出てくるか出てこないか。これを見る限り出てこないね。であれば、一度、兵を戻しましょう。この志必ずや果たす。が、この志長政が2200の兵を従えたか。これと戦うのは厳しいな。一度これも騎乗させる。行くぞ。で、再び兵を集めて持ち手山と竹部山2つの城を同時に取るという戦略でいきましょうかね。報告します。よし、先月の収支です。金が少しはマシになったな。で、将軍家との同盟可能までもうちょっとかかるか。大丈夫か、心配だな。ここで大名発動されると終わるからだ。将軍の大名は包囲網を強制的に結成させられるのでかなり厳しくなる。まあ、いずれにしてもやれることを先にやっておきます。かしこまった。武将の配属も行いましょう。モダンに誰入れるかだな。岩村。いやー、岩村ないな。半兵衛を織田城に入れますか。で、あともう一人、清水山城に誰かを入れる。信頼できる人がいいからね。秀光かな。秀光だったら大丈夫でしょう。で、武将の整理はちょっともう少し先になってからやりましょう。というわけで一気に勢力を拡大しましたね。美濃から終わり、そして近江へと進出したので、この後は浅井の残党軍を追って、後瀬山、竹部山と攻め込み、足利将軍家とは仲良くして、周辺勢力を切り従えるという流れでいきましょう。まあ早期にこのプレイのコンセプトであった終わりとの戦い、信長との戦いがね、もう第1話第2話で終わってしまったので、この後はまあ、ある意味塗り絵芸になってしまうと思うんですけど、ぜひ、皆さんお付き合いをお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。